ちょっとね、模様替えをしました。模様替えを。はい、ちょっとね、疲れました <laughs>。でね、あのね、えー、アドバンスあ僕、あのドリームアカデミアで本コースとアドバンスコースっていうのやってて、ま、今日ね、アドバンスコースの人からね、もうやめたいですみたいなね、えー、メッセージをいただきまして、 まあ内容がですね、まあそれはまあ動画も撮ってあるんですけど、内容が、えいつもアドバイスありがとうございます。いつも気づきが多く、現在のことだけでなく、過去、なぜ自分がうまくいきづらかったのか、見解できるときもあります。ありがとうございます。しかし、ここ数日、足は止めていませんが、もう無理だと思い始めました。 理由は集客できていないし、できそうにないからです。数字がずっと伸ばすことができなくて、再生回数が2とかでまで下がっています。気が焦っているし、よくわかんなくなっています。現実が数字になり、現れて臆病になり、今後良い発信もできそうにありません。発信ジャーナルを変えるということが浮かんでいるのですが、考えて OK なのでしょうか そもそも今、状態の悪い私の頭で考えているので良くないのでしょうか。何やっ,て何やったって一緒ということも考えられますよね。これまでやったことを切ってしまうか、やり続けていいのか。答えはないけど、渦の中に自分がいるのでさっぱり状況が読めません。やめ時やさっさと手を引くタイミングってありますか。吉谷さんは私の,発信をやって私の発信にやっていることは OK と言ってくれましたが、今の自分では、 点て点な状況です。とにかく自分がさっているなぁと感じています。すべて数字が伸びていないので。残念って気持ちはあるけど、才能や情報の派手さも必要なのかなと思ったりしています。久保さんに才能はあったんでしょうか久保さんのい、久保さんに情報の派手さはあったんでしょうか広島の久保です。みたいなね。<laughs> う まあちょっとそれはもう30分くらいでバーって僕は回答してるので、あのー、まあ動画公開しますけど、うん、まあなんでこれを読み上げたかというと、まあ久保さんの見解ですね。<laughs> 久保哲郎の見解をね。まあ僕がここでちょっとティーアップ取り上げたのがバーってまあ書いてあるんですけど、まずまあ気になったのが才能やあ、才能や情報の派手さも必要なのかと。まあ何よりかはあった方がいいですよね。 でもなくても僕はできると思ってます。うん。才能や情報の派手さ。必要。まあ、あれば越したことはないですよね。だけど、な,なくてもいけるということですね。まあ、あとは、まあ、やめ時ですよね。やめ時。うん。でも、これ、やめようと思っている理由が、今、結果が出てないっていうのが、ただの原因であって、で逆に言うと、これ、結果出てたら、そうは思ってないと思うんですよ。 だ結果出せばいいだけであって。で、結果が出るのは、じゃあすぐ結果が出る人もいれば、すぐ結果も出ない人もいると。うーん。なんかスポーツでもすぐ覚えられる人もいれば、覚えられない人もいるし、人それぞれじゃないですか。ただ大切なことは、千里のみ道も一歩っていうところで、あの、うん。まあ、やめてしまったらね、うん。今までやっていたことはが無駄にはならないですけれども、 うーん僕はもったいないなと思いますしねうん。何のためにやったのかっていう話で。うんまあ、久保さん、まあ、お笑い芸人とかがね、成功するために必要な要素つって辞めないことみたいなのあるんですけど、<laughs> まあ言ってたんですけどね、あのピコ太郎が <laughs>。ピカとピ,カピコ太郎が言ってましたね。う 彦太郎さんも、まあ、ブレイクしましたけど、多分、十、かなり何十年やってんじゃないですか。うん、あれ、当たりましたけど。でも、やってなかったら当たってないし、うん。久保さんも、最初からうまくいったのかっていうと、最初からうまくいってないですよ。だって何もわかんなかったんだから。だから僕は最初の久保さんのことを知ってますけど、最初の久保さんは、広島の久保っていうコメントを書くしかできなかったので、広島の久保ですっていうコメントしかできない人間が、 今、あれから8年、8年っすか、もう9年か。うん、じゃあ、その時に、うん、コメントしか書けないスキルしかない <laughs>。って言ってたら、言ってやめてたら今ないと思うんですよね。久保さんどうっすかね。いややっぱり山口陸、梅田さんしかできないんじゃないかとかね。なんかまあ、僕はコメントしか書けないしって思ってたら、うん、多分、 続いいいててななのかなっていうまあそれは久保さんにしか分かんないんでまあ僕はね、まあ、正直あのいろんな人を見てきてるので実際リアルで久保さんなんか特にそうですよ久保さんの本当に初期を知ってるのは僕ぐらいじゃないですか久保さんねあのコメントを,<笑><笑>をね僕は読み上げてましたけど裏方としてうんだからなんだろうな うん続けなければ可能性はないってことですね、うん。続けなければ可能性はないと。もちろん稼ぎ方はいろんな稼ぎ方があるので別に違うシフトをしてもいいんですけれども、まあ、その別動画でも僕は回答しましたけど情報発信に関してはうーん軍資金いらないんですよね。手出し0円で全部できるので、まあ、金銭的なリスクがないので。 うん、まあもちろんね稼げるかどうかは分からないかもしれないけれども、うん、手出し0円でできるわけじゃないですかでなおかつまあまあ僕のねあのドリア化のアドバンスに入ってるわけですし、うん、少なくても情報発信コンテンツビジネスやろうと思って、まあ、決めて、まあ、入ってるわけですからまあ続けた方が僕はいいと思いますし僕は常に言ってますし うん、これがね、お金がかかることであるならばでしょお金がかかって毎月固定費がかかるうー、毎月その、なんだ、お金がどんどん出てくるってことだったら、それは引き際っていうのが必要じゃないですか。ずっと赤字垂れ流して、じゃ久保さんが麻雀店をね、赤字100万ずつ毎月出してって、じゃあ10年続けられますか、20年続けられますか、これは続けられないですよ。続けられます、久保さん。 30年毎,日毎月100万赤字出してる店舗を続けられますどんなにお金持ってんだみたいなね <laughs>。どんなにボランティア精神だよみたいなね。どんだけ金持ってんだみたいな話で。僕は続けられる理由は本当にコストかかんないので、本当にね、ネットビジネスはここですから、気持ちま <laughs> 精神論が嫌いな人多いんですけど、僕は思いますね。 ただ、引き際が必要な部分に関しては、お金がかかるものに関しては、引き際を誤ると、とんでもない巨額なお金がどんどん膨れ上がっちゃいますから、<laughs> 久保さんがあのまま5年続けてたら、まあ本当に自己破産するしかなかったかもしれないですよね。引き際がね、なかったら。全部シフトしたわけじゃないですか。あれをなんか、その見え、見え張るというか、俺はここまでマージャン店やってて、 あの従業員もいるし、従業員に給料払わないといけないし、あのー、なんだ、まあそういうのを全部、なんだ、引き引か、引かずにね、通してたら、多分、今の久保哲郎は絶対ないと僕は確信してますけどね。うん。だ引くか引かないかに関しては、やっぱ、それが継続できるものであるならば、継続するべきですし、継続できないものであるならば、 難しいものであったら、引き際は考えるべきですよね。うん。まあ、ただ、前提条件として、もう、情報ビジネスをやろうって決めて、一応ね、まあ、安いお金じゃなくて、まあ、高いお金払ってるわけですし、うん。久保さん、どう思いますかね。<laughs> 僕の熟成さんの悩みをね。 久保哲哲郎に投げかけるというね <laughs> これなかなかよくないですかた,ただねこれはねすごく久保さんの意見も聞きたいなと思いますねうんどうでしょうか久保さん <laughs> はい、はい、まあこの動画は別動画でまだ撮ってますから一応予約投稿で21時半ぐらいに公開する予定なんですけどい <laughs> ってらっしゃい 久保哲郎の見解待ちでは